おはようございます。2023年11月9日木曜日の朝です。今日の体重は 65.40 でした。体脂肪率は 38.2% です。おはよう、安平町。今日の天気は曇り、しかも風もあって超寒いです。まだ雪は降らないと思いますけど、でも今週末あたりなんかね、場所によっては雪が降るような予報もありますけれども、寒いそんなわけで今日はですね、特別これといって用事はないんですけども、お家でやりたいこといろいろあるのでやっていきたいと思いますよ。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は鹿肉の大和煮缶詰。こちらはごぼうとさつまいもとツナとごまのサラダ。お野菜は千切りキャベツとレタス。パンにチーズのっけ。デザートのみかん。あとはフルーツ酢梅味で食べます。今日のお昼ごはんです。今日は納豆餅、その上に卵黄、キムチ、なめたけ、ネギ、残った白身はレンジでチンしました。食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日は本当にですね、食べたものしか動画に撮ってないんですけれども、何をやっていたかというと、まあ、ずっとですね、リビングのこたつの中に入ってパソコンを開いて、いろいろやれることはやってたんですよ。お仕事とか作業とかも。なんですけども、なんか今日一日ですね、なんかちょっと、なんていうか、なかなかいろいろ手につかなくて集中できなくって。で、ちょっとやっぱりですね、頭痛いんですよね。でももしかしたら低気圧も来てるから、あれなんだっけ、気象庁のですね、天気図見たら、低気圧結構来てるから、そのせいもあるのかもしれないなと思いました。更年期症状だけじゃないかもしれない。もしかしたら。まあ、とにかく最近ちょっとここ2、3日は、なんとなくあまり体調良くないっていう感じなので、でもここでね、結構無理しちゃうと長引くの分かってるんですよね。で、昨日、夜体バー行って、すごい体の方はスッキリして、ちょっとだけなんかしかも筋肉痛になってる感じはするんですよ。背中の方とかね。それはすごい嬉しい悲鳴ではあるんですけども、でも、体バーって特にですね、すごい疲弊するみたいな感じにはならないから、なんかこのだるさとかはきっとやっぱり低気圧とか更年期障害なの、症状なのかな。ちょっとわかんないんですけどね、そんな感じでございますね。で、しかも今日なんと、絶対もう今日外出ないって決めてて、ずっとパジャマでいました。ありえないでしょ。たまにやるんですよね。もうずっとパジャマっていう。そう、そんな感じでございました。まあでもこういう時は、ちょっと、本当に、見てる方でびっくりされる方もいると思うんですけど、結構こういう本当にリアルな感じでですね、お届けしておりましてですね、ちょっとこの時だけ着替えたりもできるんですよ。やろうと思いますけど、まあ、でも本当に今日は全然このままでいろいろやってたしなと思ったので、このまま包み隠さずですね、登場しちゃいましたけれども、でも本当に今日一日中、パジャマ着ながら、まあ、お洗濯したり、お掃除とかもうしながら、作業したりとかして、ちょっとうたた寝くらいはしたんですけどね、なんか、あー、だから温めたいと思って、こういう風にやったら、そのままちょっと眠っちゃったりとかもしたんですけども、なんかこんな感じでしたね。明日になったらもう大丈夫かもしれないかなとは思うんですけど、っていうよりも今こうやって喋ってる時点でもう別にそんなに今は全然体調悪くないんですよ。すっごい波があってですね、急になんか、なんか悪いとか、温めたいとかって、ちょっと今回はなるな。なんかそういうパターンになってるみたいです。それで、あんまりね、食欲もないんですよね。なので今日夜ご飯どうしようか迷って、旦那さんには昨日カレイの煮付けを作っといたのを食べてもらってですね。で、私はとりあえず今日はこの買いだめして、箱買いしてあるこのカルピスの、なんだっけ、睡眠の質、腸内環境ってやつをですね、これ飲んで寝ようと思います。そうですね。で、そうそうそう。それで昨日の夜もちょっと遅くまで
いろいろやってて、それで朝もまあまあ遅く起きてって感じだったんですよね。でも今日ちょっと早く寝ようかなと思うので、まだ全然7時くらいなんですけども、早めにですね、今ちょっとこうやって動画撮っちゃって、編集とかも早めに終わらせちゃって、今日はもうちょっと10時くらいまでにはお布団入って寝たいなと思ってます。それでちょっとリセットされて、またちょっと朝早く起きれるようになれたらいいなと思いながらですね、調整していこうって思ってますよ。でも全然なんか元気は元気なので、ご心配なくということで、すいません、こういうちょっとだらしない感じの今日の感じでございました。まあただ本当にだらしないだけかもしれない分かんないけど、はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。すっごい短いね、本当ご飯終わりみたいな感じになっちゃって、全然つまんない動画で、せっかくお時間を作って見ていただいたのに大変つまらなくて、もう見応えがなくてですね、申し訳ございませんでした。でも明日からちょっとまたですね、朝から予定が入ってたりもしているので、ちょっと楽しく一日を送っていこうかなと思っておりますよ。はい、そんな感じでこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。